どうした？車に酔って気分が悪くなったのか？ううん、平気だよ。ちょっと外の風を感じたいなって。風？そう、みゆきね、この前森田先生にバイク乗せてもらったんだ。バイクってすごいよね。速いし、かっこいいし。そうだな。みゆき、大きくなったらバイク買うんだ。高速でかっ飛ばす美少女ライダー、赤坂みゆきなんちゃって。もうちょっと我慢しなさい。シートを倒して寝ていてもいいんだぞ、みゆき。着いたらちゃんと起こしてあげるから。いいもん。だって、パパとドライブ久しぶりだもん。そうか。代理店でパンフレットをもらうとか、旅行雑誌を買えばいいじゃないですか。わざわざ下見になんて行かなくても。なあ、みゆき。ちょっと寄り道をしてもいいかな。寄り道？どこに？沖宮って町なんだ。パパの知り合いに、ちょっとだけ挨拶しておきたいと思ってね。ああ、あったあった。よっと。おや？おやおや？ひょっとして、赤坂さんですか？な、はっはっはっは。何年ぶりでしょう。大石さん、本当にご無沙汰しておりました。おかわりなく、何よりです。おかわりなくなんてひどいですな。最近リンゴダイエットっての始めましてね、ちょいっと体重が絞れてきたつもりだったんですがね。そういう赤坂さんは、これはまた見違えるくらいにたくましくなったじゃないですか。この程度には鍛えてないと体が持ちませんので。頼もしい返事ですな。おや、そちらがひょっとして。こら、みゆき、ちゃんとご挨拶しなさい。すみません、いつもはこうじゃないんですが。いえ、いいんですよ。おじさん顔が怖いからな。よかったらお名前を聞いてもいいですか？
坂みゆき、5歳です。こんにちはです。いいお返事です。さすがは赤坂さんの娘さんですよ。などうしたんだ、みゆき。今日は随分おとなしいじゃないか。だってママがこの前知らない人には気をつけるようにって。あ、いやいや、全くその通りです。これ一本取られましたな。来てもいい？ご飯食べる時まで我慢しなさい、みゆき。もうすぐ連れて行ってあげるから。なあ、それならおじさんがジュースおごってあげましょう。はい、100円。はーい。こら、みゆき。すみません、大石さん。いいんです、これぐらい気にしない。ああ、みゆきちゃん、ジュースの自動販売機はこの廊下の奥だから。一人で買いに行けるかな。うん、ありがとう、大石のおじちゃん。いい子じゃないですか。きちんとお礼が言える、それだけでも大したものですよ。いえ、すみません、大石さん。甘やかしすぎだと、この前も家内に叱られたばかりで。仕方ありませんよ。男親はどうしても娘に対しては過保護になるって言いますからね。いやいや、それにしても残念です。もう少し前にお知らせをもらっていれば、一献どころか盛大な歓迎会を開かせていただいたのですが。すみません、今日は近くを通りかかっただけでして。あ、でもまた近いうちに家内を連れてご挨拶に伺います。その時はぜひ一席設けさせてください。いやいや、さすがに家族団らんのお邪魔まではいたしませんよ。ああ、そういえばもうすぐ綿流しのお祭りがお隣の平見沢で開かれる予定なんです。もしよろしければぜひご家族でお越しになってください。屋台とかで賑わいますから、娘さんもきっと喜ばれると思いますよ。あ、はい、ぜひ遊びに行かせてください。お、リカちゃん。おや、赤坂さん、ひょっとして古出家のリカさんとお知り合いでしたか。だったらますますちょうどいい。彼女が綿流しの主役ですからね。見に行ってあげるときっと喜んでくれますよ。ええ、彼女はお元気ですか。元気も元気、毎日お友達と一緒に大騒ぎしていますよ。よかった。なあ、そうだ、今日は実にタイミングがいい。あなたにぜひご紹介しておきたい子がいるんですよ。私にですか。どこ行ったかな。
まだ柿内には戻っていないはずなんだけど。あれ？子供？誰のお子さんだろう？どうしたの、お嬢ちゃん。ジュース買いたいの？え、あ、うん。じゃあちょっと待ってね。よいしょっと。これで届くでしょ。よかったね、お嬢ちゃん。うん、ありがとう、おばちゃん。くっ、おお、トモエちゃん、そこにいましたか。探しましたよ。え？いやいや、ちょうどよかった。あなたにぜひご紹介したい人がいましてね。赤坂さん、こちらは警察庁の南井警部です。警視庁管理官の赤坂です。どうかよろしくお願いします。こちらこそ。私は警察庁広報室係長の南井と申します。お会いできて光栄です。おやおや。さすが元少年係の指導員さん。お子さんの怪し方が上手ですね。これは。申し訳ありません。娘がお世話になったようで。こら、みゆき。ちゃんとお礼は言ったのか？うん、ちゃんと言ったもん。ね。ええ、確かに。かわいいお嬢さんですね。ともえちゃん。おっとっと、南井警部さんとは今ちょっと立て込んだ捜査を一緒にやっておりまして。赤坂さん、彼女は優秀な方なんですよ。
特にプロファイリング分析に関しては日本でも有数の技術と知識をお持ちです。今は広報にお勤めですが、もともとは愛知県警の刑事さんをやっておられました。オーバーですよ、大石さん。もう。おお、プロファイリング分析ですか。外国の論文で何度かその捜査技法について拝見したことがあります。いやいや、あれに目をつけるとはすごい方だ。どうか今後ともお見知りおきください。そんな、私はただの若輩者ですから。あの、赤坂さん、失礼ですが。え？ああ、自己紹介が不十分でしたね。私は警視庁の公安部に勤めております。大石さんには以前の捜査で大変お世話になりまして。なるほど。こちらこそ失礼しました。私の父も公安でしたので、ご事情は理解しております。どうかご信頼ください。助かります。そういえば赤坂さん、近くを通りがかったとおっしゃっていましたが、どちらへお出かけの予定ですか？和倉温泉に行く途中に立ち寄らせていただきました。今度家族で温泉旅行に行くことになりまして。ほう、そりゃ豪勢ですね。あそこの温泉地はなかなかの景観だ。きっと奥さんもお嬢ちゃんも喜んでくれると思いますよ。よかったね、みゆきちゃん。それにしても、よくもまあ家族旅行なんてお出かけになる休みが取れましたね。以前の電話をした時は、ずいぶんお忙しいと聞いておりましたが。それは…ああ、すみませんね。つい立ち入ったことを聞いてしまいまして。いや、お気になさらないでください。実は、情けない話なんですが、関わっていたとある事件の捜査本部が、先日、上司の命令で解散になってしまって、そのリフレッシュも兼ねて、休めとお達しがありまして。ほう、それはそれは。それはそれは大変でしたね。残念ですよ。有力な証拠もつかんで、攻め入れば十分に勝機があったんです。地検に勤める先輩がずっと追っていた相手でもありましたし、私としてはぜひとも捕まえたかったんですがね。まあまあ、赤坂さんでも無理だったのなら他の誰にもできませんでしたよ。元気出してください。Thank you.
大石さん、申し訳ありませんが、私はそろそろ失礼させていただきます。おや、もうお戻りになる時間ですか。真面目だな。もう少しゆっくりしていってもいいでしょうに。いえ、県警本部で課長さんたちを待たせてしまっては失礼ですから。赤坂管理官、またお会いできる時を楽しみにしております。ええ、こちらこそ。美奈さん、今後お仕事をご一緒できる時がありましたらぜひ。ありがとうございます。では。またね、おばちゃん。おばさんじゃ。どうです、彼女、いい子でしょう。ええ、本当に女性警官でもああいう感じの人は素直に好感が持てます。どういう接点でお知り合いになられたんですか。まあいろいろありましてね。彼女は昔辛い目にも遭っていまして、なんとなくそれ以来目が離せなくなっちゃったんですよ。スライム、それはどういう。美内警部のお父さんは美内雄介警部補、公安の刑事さんでした。12年前、公安刑事夫妻の自宅で起きた火災事故、ご存知ありませんか。そこでご両親が何者かに殺されたんですよ。